それでは金子大臣、よろしくお願いいたします。新春のこうした会が本当に大勢の皆さんお集まりになられまして催されますこと、本当に心からお祝い申し上げます。ただ今年は川柳で年賀状が例えられまして、明けまして後が続かぬ年賀状というのが今年の川柳の相談がありました。自動車関係業界の皆様方も本当に厳しい年明けを迎えられたと思っております。しかしもうすでに今高市二階大臣からもお話ありました。我々も全力を挙げて景気を良くしていこう、今度の補正とそして補予算通していくことが我が国自身の景気を一番早くトンネルの出口を見つけるんだと、トンネルの出口を超えるんだというつもりで取り組んでまいりたいと思っております。国交省としてまた関係の皆様方できることはきちんと対応してまいりたいと思いますし、年末にかけまして道路と自動車関係諸税の件で、道路特定財源絡みで業界の皆様方に本当にご協力をいただき、またご指導いただきましたことも、改めてご指摘をお借りして御礼申し上げます。ユーザーの皆様方、そして国民がみんなが納得できる道路に向けて、あるいは公共事業に向けて全力を挙げてまいりたいと思っております。一刻も早い我が国の経済回復と、そして工業界の皆様方の回復をお祈りいたしまして、ご挨拶といたします。お疲れ様です。おめでとうございます。ありがとうございました。